失点をして、その後も少しピンチがありました日大三高。ゴールキーパーからつないでいきます。佐竹の運びです。左は西澤健吾です。早めにかけるが下げました。5番の保坂の横パス、そして左センターバック9番の佐竹下げます。落ち着いて左センターバック9番の佐竹へ。これは翔ちゃんのヘディングのクリア。あれ俺さ、サイド見えてへんけどさ、キーパーとあれ行った時にさ、右サイドかけはめれる、うん、ここに俺がもうディフェンスにかけに行った時にさ、もうここが遅すぎるんよ。かけるが悪いのか日向が悪いのかこれは分からんねんけど、どう出せるやん、うん、出せるやん。だしそんな低くない、もっと前だし。基本的にこれあの決まり事にしよう。ちょっと俺、まあ、言おうと思ってたんだけど、サイドバックはもう絶対にこれ生かす、絶対に生かす。サイドバックがここに食いつかないで、こっちがいないんだったら行っていいよ。一番大事なのはここのエリアを守んないといけない。だからそこの受け渡しは絶対に、もう絶対にサイドバック、これサイドバック指導でやんないと。これここのエリアをしっかり守るために、でも前から行きたいから前はずらす、しっかりずらす。 OK。 この中盤に関してはタケルだったりシゲがここ連動していくから、行かなかったら中盤だから、やっぱりだから絶対にこのエリアは守るっていうのと、前をもっと押し出してあげる。ワイドがいないんだったら引いた1点に対して思いっきり行っていいし、そこはさっきみたいに、だからそこだけの、そこの、あの受け渡しのところ、サイドの部分でしっかりとやれるように。